動画をご覧いただきありがとうございます。空豆ホビーです。今回は表彰ファーストミニッツの改造に挑戦したいと思います。こちらが以前ちょっとだけご紹介したファーストミニッツ。このラジコンの売りはステアリング、スロットルともに微調整が効くという点です。動作を確認すると確かに微妙なコントロールができますが、走行させてみるとコントロールが非常にシビアで結構操作が難しい印象です。原因はステアリングを戻すバネがタイヤのグリップに負けているため、ステアリングの戻りがワンテンポ遅れる点になりそうです。というわけで今回はファーストミニッツをホビーラジコンの動きに近づけるべく改造していきたいと思います。とりあえずファーストミニッツをバラします。ネジを外してバラすとこんな感じ。画像ではフロントタイヤをナットで固定していますが、これは以前少しいじったためです。通常はプラスチックのピンで固定されています。次にステアリングの機構を外します。構造はこんな感じ。ピンを引き抜くとバネとギアが外れます。さらにハンダコテを使い基板とステアリングのモーターを外します。基板の下のネジを外すと電源スイッチが外れます。シャシーについている金具を外します。ハンダ除去ポンプがあると便利です。こちらが今回の改造に使うパーツです。マイクロサーボ、 ESC、 電池ボックス、コネクター、プロポト受信機を用意しました。価格はご覧の通りです。僕はすべて Amazon で購入しました。これらのパーツが取り付けられるようにシャシーを加工していきます。まずはサーボ、取り付けられそうな位置を探し、邪魔な部分をニッパーやデザインナイフを使って削っていきます。サーボ側も底蓋が邪魔だったので外しました。今回は可能な限りファーストミニッツのパーツを使いたいので、こんな感じのレイアウトにしました。サーボホーンもステアリングロッドの溝に合わせ細くしました。サーボは裏面からビスで固定、慎重にドリルで穴を開けネジ止めしましたが、サーボ内のギアに干渉しないよう注意が必要です。蓋をかぶせるとこんな感じ。次に電池ボックス、本来は単3電池2本ですが、こちらはミニッツに合わせ単4電池4本に変更。搭載位置を決めます。邪魔な部分を取り除きます。僕はドリルで穴を開け、ニッパーでパチパチと切り落としました。この際せっかくなのでステアリングの可動範囲を増やすことにしました。ステアリングロッドの出っ張りを除去し、シャシー側のタイヤが干渉しそうな部分を取り除いておきます。シャシーを削りましたが、それでは結局電池ボックスが収まらず、もう少し削ります。こんな感じになりました。裏面に元々の電池カバーを不要な部分をカットして接着、それをベースに電池ボックスを配線して瞬間接着剤で取り付けました。次はギアボックス、バラしてモーターを外します。ちなみにファーストミニッツのタイヤはナットで留めるタイプではなく、プラスチックのピンで固定されていました。パーツを並べるとこんな感じです。モーターにはコンデンサを取り付け配線してあります。パーツが一通り揃ったので動作確認をします。
スロットル、ステアリングともに問題なさそうです。ステアリングを切りすぎるとサーボが動いてしまうので、プロポ側のステアリング EPA などで調節が必要です。次にタイヤ、ギアボックスをつけて ESC 受信機の位置を決めます。こんな感じで配線はくちゃくちゃです。とここで問題発生。ステアリングの切れ角を増やした前輪が電池ボックスに干渉しています。仕方がないので電池ボックスの位置を少し後ろにずらします。これによって元々のボディマウントは使えなくなってしまいました。とりあえず空いたスペースに配線を押し込み、すべてのケーブルを接続して形になりました。受信機にはジャイロが搭載されているため、こんな感じで動いてくれます。重量は電池や受信機、ESC を搭載したため約 144g、 ノーマルより 20g 増えました。テスト走行をしてみます。乾電池2本の 3V からニッケル水素の充電電池4本、 4.8V に変更したためスピードは速くなっています。サーボのおかげで以前より細やかなコントロールができるようになりました。ただステアリングは切れ角を増やしたためちょっとクイックすぎな印象です。またモーターの出力が上がったためフルスロットルにするとすぐスピンしてしまいます。とりあえず形になったのでパート1はここまで。次回パート2ではボディの搭載や各種調整をしていきたいと思います。